それでは前回掘り終わった井戸から水を出してみようと思います。こんな感じで取水管を井戸穴に挿入していきます。最終的には電動ポンプで運用しようと思っているのですけどもまず掘りたての井戸っていうのは砂が多いので電動ポンプだと故障しそうな気がしたのでまずは手押しポンプで組み出してみようと思います。ちなみに取水管の先端は このような感じで5ミリぐらいのドリルで穴を開けて、そして手ぬぐいをかぶせて砂が入らないようにしてます。ポンプを設置して呼び水を入れて早速組み出してみます。こんな感じでひたすら漕いでいきます。だけども漕いでも漕いでも全然水が出てきませんでした。呼び水が足りないかと思って追加で入れます。そしてまた漕ぎます。 しかし全く水は出てきません。濃、え、い、ー、でも濃いでも全然水が出なかったので取水管を抜いてみました。えー、そうしましたら、えー、先端につけた手ぬぐいがかなり砂で目詰まりしてますね、えー。手ぬぐいだとちょっと目が細かすぎて、それで詰まっちゃって水が出てこない感じでした。手押しポンプの方も分解して中を見てみたんですけども、 塩ビの切りくずが大量に入ってました、えー。多分これは取水管の先端に開けた穴の切りくずだと思うんですけども、えー、バリが出るんですよ。ドリルで穴を開けると。でそのバリ取りを全然してなかったんでそれがこう上の方に上がってきちゃった感じですね。この切りくずが井戸ポンプに詰まってしまったのも組み上げがうまくいかなかった要因の一つですね。えー、井戸ポンプは塩ビの切りくずをきれいに取って、えー、取水管は フィルターとか何もつけずにそのまま挿入して再度組み上げてみました。えー、そうしたら水がドバドバ出てくるようになりました。えー、ただフィルターを何もつけてないので砂をかなりダイレクトに組み上げてますね。じゃこれじゃちょっと使い物になりませんね。えー、あともう一つ困った問題がありまして、えー、井戸枠の先端がこういう風になってるんですよ。まああの下から6 0センチのところに ここ 60cm あるんですけどでこの 2mm の穴から水が入ってくるようにってことで開けたんですよでまあ本来なら、えー、取水管をここに刺したいわけですよねこんな感じでここに刺して、まあ、ここぐらいがちょうどいいかなでちょうどここの、えー、穴から入ってきた水をこう吸い上げたいわけなんですよ だけども、ここなんかここまでね砂が来ちゃって埋まってるんですよ。ここまでね砂が入ってて埋まっちゃってて、手水管が刺さらないんですね。ちょっと絵が汚いな。ここまでちょうどこの穴開いてるところあたりまで砂が来ちゃってて、手、えー、水管を入れてもここまでしか入らないんですよね。 この下に行けないとでねあのまあ一回井戸掘り機で、えー、ここの砂を全部取りますと。ででもしばらくしばらくするとまたここあの砂がここで埋まっちゃうんですよねなんかこうわって埋まっちゃうんですよ。掘っても時間が経てばここ砂で埋まる掘っても時間が経てばここ砂が埋まるって感じでね。 どうしたもんかなと思って。ここの 2mm の開けた穴から砂が入ってるのかそれともこっちの下の方からこう砂があの上がり込んできてるのかわかんないですけども結構厄介なんですよね。でまあ、これどうしたもんかなと思ってなんかいい解決策はないかとネットでいろいろ調べてましたらあの僕と同じ九十九里で井戸掘りしてる人がいてで同じ問題で悩んでたんですよ。 まあその人はどうやって解決してたかというとまずここの埋もれて砂で埋もれてしまった部分を井戸掘り機で、まあ、さらうじゃないですかで、まあ、井戸掘り機で、えー、この砂を除去した瞬間にここにわーってこうねあのあの50の VU 管を差し込むんですよでここの50の VU 管には穴が開いててでこうネットが巻いてるんですね でそこから吸、えー、水するという感じですねだからまあ仮にここが砂で埋もれてしまってもここにちゃんとネットを張った吸水管があるから水はちゃんと摂取できるよっていうことなんですねでは、まあ、僕もこれちょっと真似してやってみました、えー、こちら50の VU 管に 5mm の穴を無数に開けたものですで今バリを取ってますね えー、さっきバリ取りをサボったおかげで井戸ポンプに詰まって結構面倒くさいことになったんでやっぱりバリはしっかりと取ることをおすすめします50の VU 管の先端には2ミリの穴を無数に開けたキャップをつけますそうしましたらフィルターを巻いていくんですけども何を巻くかいろいろ考えたんですよ あの最初に手ぬぐいをフィルターにして組み出したら、まあ、手ぬぐいだと目が細かすぎて詰まったじゃないですかだからもうちょっとね目が粗いネットなんかないのかなと思っていろいろ調べたら、まあ、DIY で井戸掘りしてる方結構関連者をまあフィルター代わりに使ってる方が多かったんですね、まあ、だから僕もちょっと関連者だったら、まあ、農業資材売り場に行けば安く売ってるから、まあ、とりあえず関連者で試してみることにしました えこんな感じで寒冷車を巻いていきました。1人だと結構巻くのが大変なんですけども、2人いればこう1人が引っ張って、でもう1人がこう引っ張ったやつを巻いていくっていう感じで、え結構楽に作業できましたえ。寒冷車の固定は針金で固定していきます。えこんな感じでねじって針金を取り付けますあ。ちなみに寒冷車の巻いた回数なんですけども、 まあ、ちょっと具体的な数は覚えてないんですけども、えー、1 8ルの寒冷車を、えー、VU50 巻に、えー、ぐるぐる巻きにした感じですね、えー、先端部分にも寒冷車を取り付けましたちょっと取り付けてる時の動画エラーで撮影できてなかったんですけども、えー、だいたい寒冷車6枚重ねぐらいで取り付けてますそれでは寒冷車を巻いた VU50 巻を挿入していきます えまずは井戸掘り機でえ井戸枠の中の砂を取ります、えー、井戸掘り機を抜いたら素早く VU50 管を挿入しますまあ本当は挿入するんですけどもちょっと癖で砂を出しちゃってますね、まあ、井戸掘り機を置きましてえーそして VU50 管を挿入するんですけどもえここでトラブルが発生しますなんと巻の継ぎ手が 接着が甘かったみたいでちょっともげてますね細い塩ビ管だったらしなってくれるので、まあ、結構長く延長しても力が逃げるのでこういうことにはなんないんですよねで VU50 管だとしならないので、まあ、延長した継手部分にちょっと力がかかってこういうポッキリいっちゃうんですねこれはちょっと参りましたね、えー、作戦変更です 先ほどは8メートルの vu50 管を挿入して失敗しましたですから今回は先に4メートルの vu50 管を挿入して挿入途中で接着剤でもう4メートルつなげる方法にしました ここまで沈む7.5ああここまでかよしはい、えー、こんな感じで VU50 管を刺すことができました、えー、ちょうどこの VU75 の吸、えー、水穴のど真ん中に刺すことができたと思います、えー、そうしましたら先ほど挿入した VU50 管の中に取水管を入れて 手押しポンプで水を汲み出してみようと思います。手押しポンプと取水管を接続します。そうしましたらポンプに呼び水を入れて汲み出してみます。こんな感じで水がドバドバ出てきました。しばらくポンプをこぎ続けたのですが、特に配管の中が詰まることもなく、こんな感じで水が出続けました。今回の VU50 管を挿入する作戦は大成功ですね。 そうしましたら、井戸水の中に鉄分が入っているかどうかの検査をやってみようと思います。まずは新しく掘った井戸の水を汲み出します。普段使っている井戸水も汲み出します。普段使っている井戸水の方にはテープを貼っておきます。そうしましたら、井戸水の中にお茶っ葉を入れます。鉄分が入っていると水が黒くなるそうです。鉄分が入っていないとお茶っ葉の緑色になります。 こっちはさまだまあお茶っ葉の色は出てるけど、うんうん、透明だよなおあもうこっちすぐ, <laughs> すぐに黒くなったなえへえということはこの新しく掘った井戸は 鉄分が入ってないということかな。ちょっと成功ですかね。<laughs> いやーなんかいいね。えすごいね。こんなだってさ、そんなに離れてないに。大して離れてないじゃん。うん、ここから何メートルだろう。ここまででしょ。ちょっと測ってみるか。十メートルぐらいだよ多分。 距離にして10メートルずらすだけでこんなに水質違うんだなこんなことあるんだね、うん、はい、えー、こんな感じで水も無事に汲み出せて、えー、それで鉄分の入ってないいい水質だったということですねいやなんか頑張って掘った甲斐がありますね、まあ、こんな感じで、えー、井戸掘りから水を汲み出すまでの過程を今回動画にしてみました